入ってもいいですか先生。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは。はい、こんにちは。私は MD ハシブロフマンです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの名前もうね、もう一回お願いします。MD ハシブロフマンです。ハシブロさんは何歳ですか？20歳です。20歳です。今どこに住んでいますか？コミンラのムルトナゴに住んでいます。誰と住んでいますか？友達に住んでいます。友達と住んでいます、ね、分かりました。あなたの生年月日を教えてください。2003年の8月の10日です。あなたは独身ですか？はい、独身です。はい、独身ですね。あなたは結婚されてるんですか？いいえ、独身です。独身ですね。わかりました。あなたはなぜ日本に留学したいですか？日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学校費は他の国より安いですから、日本で勉強したいです。わかりました。日本に行ったらまず何をしたいですか？日本語の勉強します。日本語勉強してから何をしたいですか？大学校に入りたいです。大学校で何を勉強したいですか？経済で勉強したいです。経済を勉強したいですね。わかりました。あなたは今何をしていますか？日本語の学生です。日本語の学生。どこで日本語を勉強されてるんですか？サンジャパニーズトレーニングセンターで勉強します。日本語を勉強してますね。いつからいつまで日本語を勉強されてるんですか？9年の3月から8月までです。までですね。わかりました。1週間に何回クラスをしますか？3回クラスをします。1回クラスは何時間ですか？2時間クラスをします。何時から何時まであなたは日本語のクラスをしますか？10時から12時までです。までですね。はい、わかりました。あなたの、バングラデシュで勉強している日本語学校のシャソ先生の名前は何ですか？ MD ハンナン先生です。わかりました。ハンナン先生はどんな人ですか？親切な人です。はい、わかりました。あなたは日本に行ったことがありますか？いいえ。日本料理食べたことがありますか？いいえ、食べません。日本に友達親戚がいますか？いえ、いません。いえ、いません。日本はどんな国ですか？日本は平和と安全な国です。日本の首都の名前は何ですか？東京です。あなたはどこの町へ行きたいですか？神戸行きたいです。どうして神戸行きたいですか？神戸は素晴らしい町です。前に海があって後ろに山がありますから神戸行きたいです。神戸行きたいですね。はい、わかりました。神戸町には友達がいますか？いえ、いません。いえ、いません。留学するの学費誰が払いますか？父が払います。父が払いますね。お父さんは何をしていますか？商売をしています。どんな商売をしていますか？ここの商売をしています。どこで商売をしていますか？コミンラのムラドナゴルです。で、商売をしていますね。わかりました。あなたの趣味は何でしょうか？本を読むことです。あなたはどんな本を読むのが好きですか？小説の本が好きです。あなたの好きな小説家は誰ですか？ホマイナ・ハメです。ホマイナ・ハメですね。はい、わかりました。あなたは日本に行ったらどこに住みたいですか？学校の寮に住みたいです。日本で、どんな大学に入りたいですか？神戸ユニバーシティです。神戸大学ですね。神戸大学です。あなたの趣味は何ですか？本を読むことです。はい、わかりました。あなたの職業は何ですか？イスラム教です。あなたは健康ですか？はい、健康です。はい、健康ですね。あなたの体に大きい病気がありますか？いいえ、ありません。いいえ、ありません。食べられないものがありますか？はい、あります。はい、食べられないものがありますか？はい、あります。はい、何を食べられないですか？豚肉は、お酒と豚肉は禁止です。禁止ですね。わかりました。あなたの国の隣にどの国がありますか？インドとミャンマーです。インドとミャンマー。インドに行ったことがありますか？いえ、あります。日本の隣にどの国がありますか？中国と韓国です。中国に行ったことがありますか？いえ、いません。はい、中国で友達がいますか？いえ、いません。いません。あなたは日本に留学したことがありますか？いえ、ありません。日本に行ったことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。日本料理食べたことがありますか？いえ、ありません。あなたは大使館に来たのは初めてですか？はい、初めてです。前、日本のビザ申請したことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。今日は何月何日ですか？4月の17日水曜日です。明日は何月何日ですか？4月の18日木曜日です。昨日は何月何日でしたか？4月の16日火曜日です。家族は何人ですか？6人です。6人ですね。わかりました。あなたは最近留学するためにどこへ行きましたか？
コクスバジャレ行きました。コクスバジャレ行きましたね。一人で行きましたか？友達と行きました。どこ最近どこへ行きましたか？コクスバジャレ行きました。誰と行きましたか？友達と行きました。いつ行きましたか？先月。先月行きました。先月行きました。わかりました。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらえばすぐにでも日本に行きたいです。日本に行ったら何年間ぐらい働きたいですか？できるだけ長く働きたいです。はい、わかりました。飛行機のチケット買いましたか？いえ、まだです。予約しました。誰が予約しましたか？友達と予約しました。はい、どんなエアラインを予約しましたか？シンガポールエアラインをします。はい、わかりました。はい、以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。